2657回始めます。いやー疲れてきたな。はい、まあ今日はでももうちょっとですよ。はい、FNN プライムオンラインからですね、最近あの有名人語ってね、投資詐欺随分流行ってるみたいですけども、今回ね、あの被害額7億円っていうすごいですね。はい、森永卓郎さんね、あの経済学者の、語る投資詐欺で70歳女性が被害7億円ですよ。あと堀江貴文さん語る人物にも振り込みということで、経済アナリストの森永卓郎さんらを語る、投資詐欺で約7億円騙し取られる事件が発生したと、警察によると茨城県に住む会社役員の70歳の女性、この方2023年去年11月から今年4月までの間に森永卓郎さんなど著名人を語る人物に嘘の投資話を申し掛けられ、合わせて約現金7億円振り込み騙し取られたと、7億円ですよ。女性は SNS の投資広告にアクセスしたところ、森永さん語る LINE のアカウントが現れ、本人と信じ込んで積立投資をして44回にわたって約7億円振り込んだと。また女性がね、お金引き出そうとしたところ、手数料が必要と言われ引き出せなかったというと。このほか女性は堀江貴文さんを語る人物にも現金を振り込んでいて、警察は著名人を語る投資詐欺事件として、捜査しているっていうことで、まあ本当今年に入ってこれ SNS 使った著名人語った詐欺大流行りですね。まあまあまあ、私あんまりね、その広告クリックしないから、まず、あんまりっていうか全然ね、全然クリックしないんだからわかん、もう怪しいから、ね、儲け話とかそうそう転がってるわけないんだから、っていうのがあるんで、私はほとんどね広告クリックもしないんだけども、まずそのクリックしたところからもう相手のペースにはまっていくんでね、どん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 ね、あと投資詐欺に関してはその著名人語るっていうのはもうこれもほぼ 100% ね、黒、詐欺と断言していいんだけども、それ以外でもあのオリジナルのアプリね、あのこのアプリダウンロードしてくださいっていうのも今大流行りね。だからアプリダウンロードしてくださいって始まったらまず詐欺だと思ってくださいっていうことですよ、投資詐欺ね。はい、まあね、だから日本国内で金融商品投資、やるっていうのは、まあ、不特定多数の方からお金を集めるっていう行為はこれあの金融庁に登録しなきゃいけないんですよ、そういう業者っていうのは。だから日本の場合はまずその業者が登録業者なのかどうか、その社名見て、登録業者じゃないところとはね、お金の取引はやらないってことですよ、まず一つは、あと投資について言うとFX とかね、あと為替とか私も今見てますけど、原油価格とか、その商品取引とかね、あと為替 FX とか、あの株、あと、まあ、日経225とかね、日経平均の、指数取引とかね、例えばそういうのとか何でもいいんだけども、まあ、あと金とか、あとなんだ仮想通貨の取引とかね、ビットコインとかね、暗号資産とか、それ何でもそうよ、金融商品に関しては必ず日本の場合登録業者とやってくださいってこと。登録してないっていう業者はまあほぼほぼグレーまたは黒だから、はい、っていうことですね。あとお金引き出せるかどうかね。で引き出しもまあ最初ね、始めた頃は引き出し5万円とか10万円とか少額のだけ引き出し OK にしてね、取引額をどんどん途中から釣り上げててね、100万円、1000万円、億とかにして、その段階で引き出せなくするっていうことがあるんで、一回引き出したから安心ってことでもないんでね、まあまあまあ、普通の業者だったら今ね、インターネットで私もね、やってる業者ありますよ。FX にしても株にしても。そういうところっていうのはもうね、ネット上で出金してくださいって、出金の、なんだ、手続きすると、まあ、翌日か翌々日には出金されるんでね、自動的に、口座にある分ね、いくらであっても、まあ、歴史とした業者、日本でちゃんと金融庁に登録してね、
あの免許もらってるね、あの業者と付き合えばまず、うん、問題ないんだけど、まあただね、これ口酸っぱく何度も言ってますけども、投資で元金が2倍3倍5倍10倍20倍になるような投資っていうのはそうそうないし、素人はなかなか難しいね。投資っていうのはこれね、やる人っていうのは儲けることばっかり考えてるけど、大概損するから、うん、だから素人が手出して大概損するから、うん、損するぐらいだったら銀行に預けてた方がいいですよ、減らないんだからね。だから投資はね、私はねしない方がいいと思う。今やってる新NISAっていうのも反対だね、あれね、うん、今金価格にしても高いし、日経平均にしちゃって相当高いから、個人が手出すにはね、タイミングしては今悪いと思いますよ、はい、うん、投資はね、やらないっていうのもありだと思いますよ、私は、はい、まず勝てないから、うん、素人が手出して終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。